儀式の山の頂まで無事にたどり着いた私たちだったのだけど、手遅れだった。ラドリアはドラゴンとの対決に敗れ、ファレンさんの目の前でドラゴンの炎に包まれてしまった。幸いなことに保護したチビは無傷だった。きっとラドリアが氷魔法で守ってあげていたのかも。案外いいやつかもしれないわね。ベビドラは無事装甲車に送り届けたのね。了解。みんな散って、集まっていたら格好の標的よ。ラドリアを保護したら谷下の装甲車で合流よ。姉貴、姉貴、ファレン、一人で突撃なんて無茶です。戻って。仕方ないわね。みんな、ファレンさんを援護するわよ。了解です。ファレンさんの後を追います。ドラゴンめ、姉貴の仇だ。どこにいる。こんなところに剣が。しまった、同調したのか。感情が流れ込む。おのれドラゴン、このオルタニアの国王自ら貴様に引導を渡してくれる。ドラゴンはどこだ。早くシルビアのために元の世界に戻らねば。あ、ドラゴンが飛んだ。ベビドラを探しているわ。装甲車を隠さないと。ファレンさん、こっちに戻ってきてください。戻ってください。ファレン、ドラゴンが戻ってこない。出たな、オークの手先め。邪魔する者は全て切り捨てるのみ。全ての卵を手に入れねばならんのだ。そうしなければこの世界が。ここはどこだ。ドラゴンはどこだ。ドラゴンめ、聖竜は誰にも手出しさせないぞ。邪魔する者は全て切り捨てる。よし、ファレンさんの無力化完了。しかし、どうして突然我々を襲ってきたんだ。錯乱したのか。詮索は後にしましょう。まずはファレンさんを担いで安全な場所に。ドラゴンを刺激しすぎたわ。身を隠せる風の谷まで後退しましょう。上空から降り注ぐドラゴンの炎を避けながら、私たちは儀式の山のふもとにある風の谷に身を隠すことができたんだ。ファレンちゃんが突然暴れ出して私たちを襲ってきたのは、王様の剣に触れて操られてしまったからみたい。間違いありません。この剣からは凄まじい殺意というか強い意志を感じます。つまり王様の強い意志がこの剣に宿っていたわけ。すごい応答だな。ぜひコレクションに加えたい。シルビアさん、譲っておくれ。ダメです、父上の形見です。チェ、ダメか。そばに置いて一日中めでようと思ったのに。アキさんの武器好きもここまで来ると異常ですよ。そういうみなぎだって哀悼と一体化したらどうなるんだろうとか思ってるんじゃないの。まあ
そんなことも思わなくもないですが。うわぁ、武器マニア二人にはついていけないわ。考え方がちょっとおかしいわよ。全く不謹慎です。同調してしまうものからすると笑い事ではないのですから。ここは…おっと、お目覚めのようだな。勝手に飛び出すわ、剣に同調して迷惑をかけるわ、ちょっとお仕置きが必要だな。同調しないように強い精神に鍛える必要があるようですね。え、まさかここで尋問を？このような恥ずかしめを、もういっそのこと殺してくれ。目の前の姉貴も救えず錯乱して暴れてしまって情けない。こんなことで弱音を吐いてるんじゃねえぞっと。あなたにはまだやり残していることがあるでしょう。やり残したこと？剣を取れ、ファレンさん。私たちはチームだ。何度この剣に同調しようが、全力で正気に戻してやる。さあ、共に立ち上がって戦おうではありませんか。わかった、アキ、ミナギ、やってみよう。よし、その息だ。ギャーザー。ちょっと、あっさり同調してない？ファレンさん。あ、で、話の流れ的に同調せずに頑張るところだよな。は？いや、そうかもしれないけど。え？克服するまで戦う気ですか？さて、ファレンさんも3回目で正気を保てるようになったので、これからどうするかを話しましょうか。青龍のカゴってので、あのドラゴンを仕留められないのか？っていうか、カゴって何なんだ？なんでラドリアは失敗したんだ？ご加護が一体何なのか、伝説では語られていません。ラドリアが見つからない以上、サリアが思い出すのを待つしかありませんね。ところで、みんなも気にかかっていたと思うのだけど、ドラゴンはなぜ私たちにとどめを刺さないのかしら。確かに、私たちを葬る機会はいくらでもあったのに、手加減しているようです。ドラゴンは待っているのです、我々が門を開けるのを。同調した時に見たのか？そうです、ドラゴンは元の世界に戻るつもりなのです。異界の門を開けるのでお通りくださいって言っても、きっと襲ってくるよな。どうすればいいんだ、まったく。ファレン、お話ししたいことが。実は山頂でファレンが触れた剣は私の父上の剣です。なるほど、あれがそうだったのか。その剣と同調した時にビジョンを見たが、王がドラゴンと戦っていた時の記憶だったとすると、合点がいく。父上が？それで父上はどうなったのです、ファレン？王は誰よりも先に立ち、味方を奮い立たせ、その剣をドラゴンに突き刺した。覚えているのはここまでだ。残念だが、その後どうなったかはわからない。そうですか、父上はドラゴンと戦っていたのですね。そのことが分かっただけでも救われます。その他にもわずかだが分かったことがある。この山の中は空洞で巨大な迷宮になっている。え？あや、
姉貴が置いていったのはその地下迷宮の地図だったんだ。そこを通れば山頂の異界の門に直に出られる。この状況を打開できるかもしれないわね。その地下迷宮の場所を確かめましょう。儀式の山というだけあってただの山じゃなかったんだな。地下に多くの作った迷宮があるなんて驚いたぞ。この地図が正しければドラゴンに気づかれないように山頂に行けるぞ。異界の門の調査も簡単にできるかもしれない。そうね。では早速地下迷宮を調べるわよ。ラドリアさんからファレンさんに託された地図を確認すると、地下迷宮には3つの入り口があって、それぞれのルートから山頂につながっていることが分かりました。地図の内容を生徒手帳に書き写して、3つのチームに分かれて山頂を目指して出発しました。地下迷宮はかなり古い時代に作られたもののようです。崩落していなければいいのですが。また霧か。参っちゃうわね。湿気で髪がまとまらなくなりそう。この霧のおかげでドラゴンに見つからずに済んでいるのだし、ありがたいんだけどな。しょっちゅう霧が出てるってのも、よくよく考えるとなんか都合いいよな。まるであつらえたみたいだ。この先の多くの地下迷宮が関係しているのかもしれませんね。各班、山頂に出たら連絡して。崩落して先に進めない場合はすぐに戻ってちょうだい。地下迷宮にこんなところがあったなんて。熱っ。この湖は温泉だ。とても暑すぎて入れないが、ここの蒸気が外に出てたから霧に覆われていたんだな。構造からしてオークが作ったようですが、もしかしてかなり大掛かりな仕掛けがあるかもしれません。何のためにこのようなものを築いたんだ。儀式の山と何か関係しているのか。山頂付近の地下にある湖に行き着いたのですが、風の谷を覆っていた霧は地下迷宮の人工湖にマグマが流れ込んで発生した蒸気だったみたい。巧妙に隠された排気口から谷全体を覆い隠している霧を発生させていたらしいんだよね。オークという種族はサウナでも作るつもりだったのかな。謎は深まるばかり。あ、資料の歌なんかもひょっとしたらオークが作った仕掛けの一部なのかな。怖がって損したかも。霧の件は置いといて、3つのチームは無事に山頂で合流できたんだ。結局ドラゴンにどう対処するのかが問題なんだけどね。ちょっと気になったことがあるんですけども。どうした日の本。あのドラゴン、雨の中で戦うことを嫌がっていたような気がしたので。日の本もか。私もドラゴンを見ていて妙な違和感があったので、もしや雨なのかと考えていたところだ。え、何なのだ。あのドラゴンは水に弱いのか。そういえばおちびちゃんをシャワーに入れようとしたら嫌がっていたような。どうやらドラゴンの苦手なものが分かったよね。そんならこの地底湖に落としてしまえば簡単なのだ。ドラゴンスープの一丁上がり。でもどうやってドラゴンを地底湖に落としたらいいのかしら。まずこの天井を何とかしないと。いんや、この天井ぐらいなら C4 爆弾で崩せるだろう。C4? そんな爆薬なんて持ってきていたかしら。いやさ、体育祭で選手宣誓の時にサプライズでド派手に決めようかと思ってさ、あるんだよねこれが。
手宣誓で体育祭自体をなかったことにするつもりだったんですか、アキさん。まさかそんなこと。アキ姉は体育祭楽しみにしてなかったのか。ちょっとショックなのだ。こらこら、人をテロリストみたいに言うな。もちろん加減して使うつもりでさ。まあいいわ、そのテロリスト予備軍のおかげで天井の件はなんとかなりそうね。あとはうまくドラゴンをおびき寄せられるかが問題ね。儀式を行います。確かにドラゴンが異界に戻るつもりなら必ずやってきそうね。でもその前に青龍の剣を片付けないと。私にアイデアがあります。ドラゴンにベビドラのダミーを攻撃させて死んだと思わせます。そんなに都合いいダミーってあるのか？それがちょうどいいダミーがあるんです。じゃあその手配はミナギに任せたわ。よろしくね。で、サリア、本当に大丈夫？準備は私に任せてください。ただ儀式を行うには10人ほど人手が必要なのですが。ふむ、ここにいる人数は13人か。儀式を行う者、おびき寄せる者で役割分担はできそうだが。全体を見て爆薬を点火する担当も必要よね。となると二人でドラゴンの誘導をすることになりそうね。まずは手分けして C4 をセットするかな。爆薬は装甲車に積んであるから運んでこないと。そうね、まずは爆薬の設置を急ぎましょう。 C4 爆薬を邪魔する異形は全部片付けたわ。よし、ちゃっちゃと爆薬を設置して回ろう。レミも設置完了なのだ。こちら月夜、設置完了したわ。先だよ、こっちも設置完了したんだよ。こちらミナギ、偽物の配置も完了しました。よし、サリアから儀式のレクチャーを受けるために一旦集合するぞ。ミナギの偽物作戦はうまくいったようなのだ。青龍を焼き殺したと信じたドラゴンはすっかり安心しているのだ。ドラゴンは案外図体だけなのかもしれないのだ。可愛いチビとあんな下手くそな人形を間違えるなんて全くけしからんのだ。あの単細胞のドラゴンはこれで確実に罠に引っかかるはずなのだ。爆薬を無事に設置し終えた私たちは魔法使いのサリアから儀式についてのレクチャーを受けることになったんだぞい。難しい呪文とかはみんなサリアが引き受けてくれるそうだ。長い言葉を覚えるのは私の頭では辛いので助かるのだ。あと重要なのは呪文を唱える場所で魔法陣を形成するためにあの石柱に入らないといけないみたいなのだ。呪文を唱えなくて済むと思えばそれくらい問題はないのだ。野生の勘で乗り切ってやるぞい。ドラゴンを誘導する役ならそれも気にしなくていいので、できればその役をやりたいのだけど、誰が担当するかはこれから決めるのだ。設定完了しました。セットした爆薬を
いつでもこの起爆装置で爆破できます。よーし、これで準備は整ったな。舞、いつでも行けるぞ。さて、あとは役割分担だけど。舞、本気でこの作戦を行うのですか？うまくドラゴンを地底湖に落とせたとしても、異界の門も壊れるかもしれませんよ。今はドラゴンを倒す好機。このチャンスを逃せば、何もかも諦めなければいけない。時間が経てばいい案が浮かぶわけでも、援軍が来るわけでもない状況だしね。私たちはどこまでも舞部長についていく。それに二頭を追う者は一頭も得ずだからな。しかしそれでは。まあまあ、そんなに深刻になるなって。やらないで後悔するよりやってから後悔する方がいいだろ。留年してレンジャー部に残ろうかと思ってたこともあったし、元の世界に帰れなくてもそれはそれでなんとかなるだろ。留年とかそんなこと考えてたの？アキさん、さすがにそれは。そこは軽くスルーしてくれよ。とにかく前進あるのみだ。やるぞみんな。みんな、準備はできてる？失敗は許されないわよ。オッケーだぜ。問題ありません。いつでも行くぞい。オッケーだよ。準備万端です。やりましょう。心得ました。気を引き締めていきましょう。頑張るんだみゃ。姉貴の仇ここで晴らす。チャンスは一度きりです。集中してください。サリア、始めてちょうだい。はい、皆さんの力お借りします。10人の和コードよ、集い、歌え。この言葉どこかで。その声は風の谷に響く。10人の旅人よ、集い、歌え。その歌は儀式の山にこだまする。10人の冒険者よ、集い、歌え。その言葉は時空を漂う。その思いは光の泡となり、その魂を、その魂を、こんな時に言葉が出ない。どうしよう。その魂を異界へと誘う。今封印されし門が開き、異界への道がつながる。ファレンさん、ありがとう。10人の戦士よ、前を見よ。ヘルヘイムへの道が開ける。アキさん、ドラゴンが爆破ポイントに入りました。よし、今だ。 C4 を爆発させるんだ。あれ、爆発しない。
どうしたの？起爆スイッチは？動作不良！ドラゴンとの戦闘のショックで接続が外れちまったのか。このままだとドラゴンが異界の門に。こうなれば今ここで勝負をつけるわ。アキ、いい？マイ、任せろ。みんな腹をくくれ、ガチンコ勝負だ。さあ行くわよ。C4 爆弾が機能しなかったため急遽ドラゴンと戦う羽目になった私たちだけど、撃退に成功。ハルディナによればドラゴンはすっかり戦意をなくして城塞へと飛び去っていった。時には無茶もいいもんだ。慎重すぎるマイとミナギにはいい勉強になったろ。パワーイズベスト、これからは早乙女秋様の時代だなんてな。設置した C4 爆弾を調べたところ、案の定例のスライムに取り込まれていた。まったく異形は爆弾がお好きらしい。でもまずは一段落ってことだ。はあ、さあこれで無事に三崎森学園に戻れるぞ。父上、ドラゴンを撃退しあなたの思いを遂げました。安らかにお眠りください。どうやら王様は青龍を手に入れ、その加護を使って漆黒のドラゴンを倒すつもりだったみたい。そのために異界の門を開きヘルヘイムに赴いたが、そのことが漆黒のドラゴンの封印を解くことになるなんて。皮肉なもんね、王様の行動が仇になっちゃうとか。でもなんで王様はヘルヘイムへ赴いたんでしょう。ドラゴンなんて伝説上のお話だと聞きましたけど、今さらそんなものを恐れるでしょうか。青龍の卵はまだあるんだ。え？ヘルヘイムにはまだ他にも青龍の卵があるんだ。それと思い違いかもしれないが、他にもドラゴンの姿が見える。それって他にもドラゴンがいるってこと？同調したからファレンさんには見えるのね。実は私も見えました。無数のドラゴンが飛び交う姿。心配すると思って今まで話しませんでしたが、あの地下のお墓にあった絵も心配です。ドラゴンがここにいる2匹だけとは限らないってわけね。なんとも頭の痛い問題ね。憂いをすべて断つためにいずれ未知のヘルヘイムへ行かねばならないようね。だけどその前にまずは補給ね。三崎森学園に戻って事情を説明し、弾薬を補充して援軍を連れてこよう。じゃあもう一度手はずを確認しましょう。夕方まで呪文の効果を持続させるのですよね。皆さんが武器を持って戻ってくるまで。そんなに時間はかからないと思うから門の方をしっかり開けておいてくれよ。シルビア、焦らないで。え？ヘルヘイム行きは我々が戻ってくるまで待っていてね。絶対よ。マイ、大丈夫です。待っています。ファレンさんにも言ったけどな。我々はもう立派なチームだ。途中で見捨てたりなんてしない。まあ、そういうことね。はい。Yeah.
まあメリーナ、すぐ戻ってくるから。強力な武器やとっても美味しいお菓子も持ってくるからね。はいみゃ、先姉の帰りを待ってるみゃ。スナイパーとしてハルディナさんの弓を前々から教わりたいなと思ってたりするんだけど、すべてが済んだ暁には嫌というほどご教授させていただきますね。あと尋問の方も。え、なんか根にもたれるようなことしたっけ。サリア、私は魔法を教わるのを諦めてないのだ。また戻ってきたら教えるのだぞい。はい、その時は。あ、まだ諦めてないんですか。ファレンさん、私がいなくても皆さんと仲良くしてくださいね。知ったことか。まあ少しは頑張ってみるか。その世話になったな。キュイーン。おちびちゃん、傷の具合は良くなってきてるね。この調子なら大丈夫そう。アヤ、この青龍のことは任せてください。必ず守ってみせます。シルビアさん、たった一日ですよ。大げさだな。よろしくお願いします。おちびちゃん、ちょっと待っててね。それじゃあ皆さん、行ってきまーす。行ってしまいましたね。それではサリア、呪文を止めてください。はい。え、閉じてしまうのかみゃ。先姉たち戻ってきてくれるって言ってたみゃ。これでいいんだ。こちらの世界のことに巻き込みすぎた。そうですよメリーナ、これ以上違法の友を頼るわけにはいきません。ヘルヘイムに何が待ち受けているかわからないのですから。もっと一緒に過ごしたかったみゃん。泣いている暇などありません。バレットガールズ改め神聖ソードガールズの初陣です。